GTRL は、ドーバー海峡の海底にある、英仏海峡トンネルの英国側出口とロンドンの、セントパンクラス駅を結ぶ、全長1 0 9キロメートルの鉄道路線である。ユーロスターをはじめとする高速列車を運行するため、専用車両による、最高速度実速3 0 0キロメートルでの運転に、対応した設計となっている。2006年11月14日、 ロンドンコンティネンタル・レールエイズはハイスピード1を CTRL のブランド名として発表した。1994年の英仏海峡トンネル開通、ユーロスター運行開始に合わせ、同年フランスはパリから英仏海峡トンネルフランス側出口までの LGV を整備した。ベルギーもブリュッセル近郊から フランス国境までの高速新線を1997年に開通させ、これらの区間でユーロスターは時速 300km で運行できた。これに対し英国では鉄道路線の整備を政府主導で行うことがなかったため高速新線の計画はあったものの資金面で建設の目処が立っていなかった。ユーロスターは 第3機上終電方式の在来線を最高速度時速 160km で走るのがやっとでユーロスターのスピードを大きく下げる原因となっていたまた他の多くの低速列車と線路を共有することになることから列車の遅れの原因ともなっておりユーロスターの利便性確保の上でこのボトルネックの解決が課題となっていたこのような状況を 英国政府も生還できず、英国議会は、チャンネルトンネルレールリンクアクトを1996年に成立させ、31億エポンドの建設資金拠出を決定し、CTRL の建設がようやく動き出した。実際の建設にあたっては、この工事を専門に行う、第三セクター会社ロンドンコンティネンタル、レールウェイズが設立され、2期に分けて、 建設を行うことが決定された。全長1 0 9キロメートルのうち、第1期工事では、A2 海峡トンネルから、サウスフリートまでの7 0トルとサウスフリートから、フォークハムジャンクションまでの4キロメートルが建設される、ことになった。フォークハムジャンクションでは、ウォータールー駅に向かう在来線と接続する。同区間4キロメートルは、ウォータールーコネクションと呼ばれ。 グレーブゼンドレールウェイという路線の配線跡を転用している。また、第1期工事区間において、時速時速 334.7km という英国鉄道最速記録を出している。第2期工事では、サウスフリートからロンドンセントパンクラス駅までの 39km が建設される。線路規格はフランスの LGV に準じており、 機関は 1435mm、架空線式、電化方式は、交流 25000V、50Hz、信号システムは TVM、軌道はバラスト軌道となっている。新線上には、ロンドン側から、ストラトフォード・エブスフリート・アシュフォードの3駅が設けられる。2009年開業予定のストラトフォード駅は2012年開催予定の、 ロンドンオリンピックのメインスタジアムも寄り駅となる。建設費は、第1基分が19億円ポンド、第2基分が33億円ポンドで、合計52億ポンドが見込まれている。前線の位置、4に当たる2 6トルは、トンネル区間となる。セントパンクラス駅ストラトフォード駅間に、ロンドン西トンネル。ストラトフォード駅エブスリート駅間にロンドン東、トンネル。 テムズ川をくぐるテムズトンネルがある。第一期区間の工事は1998年10月に、始まり2003年9月に竣工第二期区間の工事は2001年7月に始まり2007年11月14日に開通した。当日の一番列車は、フランス国内で行われているストライキの影響を受けずセントパンクラス駅を11時3分に出発し、 パリ北駅に13時17分に到着した。ブリュッセルからの一番列車は11時9分セントパンクラス駅に到着している。この開通日は1994年にユーロスターが英仏海峡トンネルを通って運行を開始したのと同じ日が選ばれている。CTRL 完成後は以下の列車の運行が計画されている。 このうちロンドン以北に直通する系統に関しては、現時点では、具体的な運行計画がない。また CTRL による、時間短縮効果は、以下の通りである。AB 交通新聞2007年12月14日4面記事、ユーロスターアライブズ・イン・パリ・オン・タイム。 b b c h t t p ススララッッシシュュスドット b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュ UK ニュース,イ,ュースイングランドロンドン709万 3761stm ありがとうございます